響を与え続ける地球温暖化、着なくなった服のリユース、水筒を持ってお出かけ、日常の少しの変化で未来の地球環境を救うことができます。私たちでストップ地球温暖化、ブルーアースプロジェクトです。三井住友銀行カードレスが選べちゃいますローン。ご利用は貸付条件をご確認の上計画的に。4時です。石原秀夫です。今週もこの方と一緒です。はい、ラッキークッキー6月の終わり、気温の刺激です。よろしくお願いいたします。今週は映画インディ・ジョーンズやタイタニックとかやってて、それで歌を歌ったんですけども、タイタニックは本当に実現するのか、センターオブジアースは地球を持ってる人なんですけど、地球の隅々まで届く人らしいんですね。地球のあらゆるところまで届く人らしいんですよ。そんな人って他に誰もいないですよね。でも石原秀夫は地球の隅々まで届く人らしいんですね。なんですけど、それは残るのかどうなのかっていう感じで、石原秀夫の遺産は残るのか残らないのか、それはちょっとどうなのかな、わからないですね。自分ではわからないっていうか、ただ歴史的に全員が私なんらしいんですよ。全員が私らしいんですね。さらば地球よ宇宙戦艦ヤマト、とかいう感じで、全地球を持ってるし、全地球の隅々の人や動物にまで届くらしいんですけども、石原秀夫が歌うことによって、それはみんなに届くものなんだっていう感じですけどね。皆さんのリクエストで作るハピクロトップ10、今週のテーマ
ドラマ、ピコピコがたまらないコンピューター電子音ソングトップ10。それでは第9位からカウントダウン。電子音といえば真っ先にこの曲が思い浮かびます。あの時代でかなり先進的な曲だったと思いますと、うさぎポップさんからもリクエスト。 CCB でロマンティックがたまらない。では今から エアロスミスさんのスバル東京ドームで斉藤飛鳥さんとライブした時のライブの音源を聞いてみます。Thank you.
リビオン H、 もう何度歌ったことかわからないぐらいですけども、すごい名曲になってたんだなとか、もう多分、ね、エアロスミスさんのベストヒット曲と言ってもいいくらいに、もうかなり名曲になってますね。スバルってなんかちょっと普段歌ってる伴奏よりこっちの方が音が綺麗なのかなとかいう感じですけども、で石原秀夫の、なんかでもこう、パソコンのアプリっていうか、それでいろんな音をこうダウンロードして、オリジナルのスバルするじゃないですか。でも昔はどんな感じなのか、すごい高い値段で売られてて、聞いてみよう。ニルバーナのスメルズライクティンスピリットみたいな。やつなんですけど、ドードドファファミミミミララソ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 。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、美しい世界を一緒に見ようぜ、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、美しい世界を一緒に見ようぜ、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、Oh yeah。 素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、美しい世界を一緒に見ようぜ、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、美しい世界を一緒に見ようぜ、素晴らしい世界を一緒に見ようぜ、 Oh yeah。
晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と一緒に、今俺と素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。美しい世界を一緒に見ようぜ。素晴らしい世界を一緒に見ようぜ。Oh yeah, oh 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 yeah.これが石原英雄の歌ですけども、これで世界に神が降臨したとか、ポール・マッカートニーさんとかボンジョビさんとかタイラー・スウィフトさんとかまで来たとか、嵐と鈴木一郎さんとマルーン5さんとサザンオールスターズさんとミスター・チルドレンさんと AA さんと乃木坂四郎さんと、いろんな芸能人がいっぱい来ましたけれども、セブンティーンさんとか、セブンティーンってすごいんだなとか最近結構思ってるんですけども、セブンティーンってこれどうやって買えばいいんだろうっていう感じなんですけども、どこで手に入るのかなとか、そういうのを発明するズーム社とかが出てこないかなとかいう感じですけどね。でもこのズームのビデオレコーダーもかなり性能は高いんですけどね、映像のクオリティとか音とかもかなりいいらしくて、それでそんな悪くはないんじゃないかなって思うんですけどね。
なですね、副キャプテンご紹介いたしましょう、はい、まずは赤組 B21 スペシャルです。どうぞ。ほらほらほら、ゆらみ何やってんだよ。田代正さん、俺は戦うつもりで何でもやりますよ。1992年、戦うの、やるんだったらやりますよ。とりあえずヒロミさんと、ね、頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。出てきた、はい、白組は井出楽さんとダチョウクラブの皆さんです。井出楽さんとダチョウクラブさん、ダチョウクラブさんは上島竜兵さんなのか、もうあの自殺までしちゃったのか。なんで自殺するのかわかんないですけども、気持ち悪いよ、この間自殺までしちゃったのか。どうすんだよ、怖いな。まあいいや、ね、おいで。天才って言われてたらしいですよね。天才って言われてたらしいですけど、ヒップアップには負けませんよ。違う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 。うるせえバカ野郎、うるせえ、そっち前、お前ら今年中に消えるって言ったぞ。他にも西田ひかるさんとか、もう今からですね、森口博子さんとか、もうあの悪口でね、田村英吉さんとか、この後は競技でね、結果をつけていただきたいと思います、はい、他にもですね、美女がたくさん満載でございますんで、最後までお楽しみいただきたいと思います。それでは早速ゲームの方に行ってみよう。ちょっと聞いてみたいと思いますが、もうね、今日はもう若い人数だけするよ、俺は。こいつ言うと本気ですからね。でもエリコちゃん、巨乳ですからね、はい、エリコちゃんどうですか、巨乳エリコちゃん、プッチンプリン。かわいい ね、やっぱり胸大きいって言われる、言われないですよ、ね、お前に聞いてねえんだよ。さあ、こちら聞いてみましょうか。はい、西田君はちょっと深く好きだったんで、はい、解決料大丈夫、大丈夫、頑張り、とりあえずやってみるく。なんだこいつは、お前待って、酔っ払ってない、赤いのなんだ、今でも毎日グログで出てきますけどね。早速参りましょう、どこまで開く、水上解決、毎日出てきます。桑野のグログさん、グログ出てきます。お待たせしました、癌になったらしいですけども、本当に癌に なるかもしれないなとか、こんな感じですけどね。これ1992年っていうことは、金バスにも行ってなかったとか、金バス
2001年頃にブラッド・ピットさんがファイトクラブとか言って赤いエナメルのジャケットを着て、それでファイトクラブに出たせいで今みたいな現実があるらしいですけど、その前にもね、中学の時にね、中学とか高校1年生ぐらいまでね、出てたんですね、石原秀夫は。金バスに。本当なんですよ。岩田くんとかね、早川新平くんとかね、出てたんですね。先輩とかも出ててね、結構みんなもっとね、あの先輩ばっかりだったんだけど、石原秀夫が2001年頃に始めた時はもう石原秀夫が一番先輩とかいうような感じで、早川新平くんとか一番長くやってた人とかいう感じだと思うけど、でも石原秀夫映画とか見てたらしくて、なんか映画とかがすごいなんか思い出とかなんか記憶に残ってるらしいんですけどね。あのリュック・ベッソンさんのグランブルーとかレオンとかニキータとかフランシス・フォード・コッポラ監督のドラキュラとかブラッド・ピットさんのリバーランス・スルイットカリフォルニア・トゥルー・ロマンスとか、ジュリエット・ビノシュさんのナチュラル・ボン・キラーズとか、でもっと昔にも「あの金曜ロードショー」とかすごい見てたらしくて、あのハリソン・フォードとかアーノルド・シュワツネッガーとかさんとかシルベスター・スタローンさんとか、あのマイケル・ジェイ・コックスさんとかチャーリー・シーンさんとかトム・クルーズさんとか、もうすごいいっぱいいるんですね。では今からエアロスミスさんのアルマゲドンミスアシングを歌います。
マーティー、ドクダ、今から私が発明したタイムマシンに乗って1985年の10月21日まで、正確には1985年の10月21日までタイムスリップしてもらう。ジョージとロレイに会いにだ。なんだと、私の発明したタイムマシンが間違いだったっていうのか。そんな聞いてないと知らんぞ。マーティー、今から君の頭の中を覗き込む。 1.2 次時間後とはと、1.2 次時間後とはと、
そんな聞いてないぞ、知らんぞ。マーティ、ドーク、ジョージ、ロレイン。僕は死にません。僕は死にません。あなたのことが好きだから、僕は死にません。元気ですか？元気があれば何でもできる。男の中の男を出てこいやー。1、2、3、だー。今からは、はい、メンションサウンドといえばやはりパフュームの印象もあります。尾崎豊さんの I love you 曲ももちろんですけどね、歌います。エフェクターをかけてちょっとこう加工するっていうのもメンションサウンドの特徴ですね。うんうん、そうですね。パフュームさんのなんか曲初めて聞いた時やっぱり衝撃受けましたもんね。Love you. まだけは悲しい歌、聴きたくないよ。I love you. 逃れたどり着いたこの部屋。何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい。この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい。だからお前は子猫のような鳴き声で、ベッドの上で優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように。若すぎる二人の愛には触れられぬ秘密がある。 I love you。 今の暮らしの中ではたどり着けない、一つに重なりきていく恋よ。夢見て傷つくだけの二人だよ。何度も愛してるって聞くお前は、この愛なしでは生きてさえいけないと、きしむベッドの上で優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように、それからまた二人は目を閉じるよ。悲しい歌に
愛がしらけてしまわぬように紹介するのは牧瀬里穂さん。1971年12月17日生まれ、 B 型、福岡県出身。当時大人気だった宮沢りえさん、水木有沙さんと総称して 3M と呼ばれてましたね。動画の最後の方には最高の1枚を用意してますので、ぜひ最後までご覧くださいね。中学生の時にスカウトされ、地元企業の広告に出演。高校生の時に本格的に芸能界デビューが決まったため、上京し東京の高校へ転入しました。1989年にミスビタミン C ハイシーガールコンテストで2100人の中からグランプリに選ばれ、 JR 東海クリスマスエクスプレスの CM で脚光を浴びます。1990年に東京上空いらっしゃいませ、つぐみ両映画に出演し新人賞を受賞。翌年にはミラクルラブで歌手デビューし、バルセロナ物語で初舞台と活躍の場を広げました。そして牧瀬さんといえば、1992年のドラマ20歳の約束は外せません。主演を務め、劇中のヒューヒューだよは未だに語り継がれる名台詞となってます。2008年12月、ファッションプロデューサーの2号さんと結婚して以降、不定期にナレーションをする程度で表立った活動は減っていきましたが、2019年、NHK 連続テレビ小説「満腹」で女優復帰を果たします。2023年の朝ドラ「らんまん」でヒロインを演じる浜辺美波さんの母親を演じていますが、年齢を感じさせない見た目に驚いた人も多いのではないでしょうか。かつて見せてくれたような大胆ショットも改めて期待したいですね。久々のドラマで話題を振りまいている牧瀬さんの今後に目が離せませんね。本チャンネルでは女優、タレント、モデルさんなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。牧瀬里穂さん、ずっと勝ち続けたらしいですけど、山下とか平塚の山下とかでずっと勝ち続けたらしいですけど、でなんかブログとかね、ネタバトルとかに ね俺が最強だとかね言ってたらしいですけどね、もう年とか感じてきたかなとかいうような感じで、今度髪の毛染めようかと思ってるんですね。髪の毛染めて、でちょっと小室哲哉さんとか YOSHIKI さんみたいな感じに なるか、それとも髪の毛黒くするのか、どうなのかなとかっていう感じなんですけどね。ドミソドミラミラドミラドミラミラドミラドミファファラドファラドファファファラドファラドファソミソドミソドミソミソドミソドミソレソシレソシレソレソシレソシレドミソドミソドミドミソドミソドミ。ありましたけども、今回のチャートにつきましては、ハキプロトップ10音楽コメンテーター藤田太郎さんによるチャートの総評をいただきましょう。はい、藤田さん、よろしくお願いします。はい、今回のピコピコがたまらないコンピューター電子音楽トップ10は、和声勉強したことによって全世界の人が作曲ができるようになったということを
世界の人はね、あまりね、重要視してないとかね。でもみんな作曲とか子供たちがピアノ弾いたりとかしてるらしいんですけどね。誰が作曲法を広めたかっていうことにあまり名前を出さないような感じなんですけども、ソラソファソミファミレドレドシシララシラソラファソファミレミレドドシシドシダシソラソファミファミレレドラシラソラファソファミレドラシレド。ドミソドミソドミドミソドミソドミラミラドミラドミラミラドミラドミファファラドファラドファファファラドファラドファソミソドミソドミソミソドミソドミソレソシレソシレソレソシレソシレドミソドミソドミドミソドミソドミドレラレファラレファドレラレファラレファシレソレファソレファシレソレファソレファドミソドミソドミドミソドミソドミラミラドミラドミラミラドミラドミファファラドファラドファファファラドファラドファソミソドミソドミソミソドミソドミソレソシレソシレソレソシレソシレドミソドミソドミ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 ドソミレレドドシシララソミドシシララソソファファミドラソソファファミミレレドドシシドドシシドドレソミレレドドシシララソミドシシララソソファファミドラソソファファミミレレドドシシドレドドシドラソラドファミファレファドファシラソラソファラソラドミファミファレファドファシラソラソファレファ。
応募はハピクロのホームページにあるメッセージフォームからお願いします。本番の頭に休憩室と書いてお送りください。たくさんのメッセージをお待ちしています。テミラドシラソソラミレミラドシドレレミレミラドシラソソラミレミラドシラソソラレミラドシラソソラミレミラドシドレレミレミラドシラソソラミレミラドシラソソラ。石原秀夫が2003年から2018年までテレビ朝日ミュージックで作曲家をしていたっていうことは結構長い時間だなぁとか、その間ずっとピアノを作ってたんでしょうとか、それは売れるんですか、それはいつか金になるんですかという感じですけどね。写真もかなり撮ってで、写真もかなり撮ってるんですけども、どうなのかな。PC やインターネットが誕生した時と同じくらい興奮して、これは私たちの世界を変えるだろう。今話題のチャット GPT について。嘘でしょ、締め切り前倒し、しかも今日に変更。Thank you.
ントのプレッシャーになりました。さて、ドキ丸ごと水着女だらけの水泳大会2総合司会の織茂さんです。そして私がですね、女性の水着を見ると私の股間がですね、元気かな、そういう感じになってしまう。私の話です。紹介していただきましょう。はい、まずは赤組です。シュピガキ隊の役丸。さあ、役丸は、ね、2年続けてのキャプテンですが、どうですか、意気込みは。まあ、前回最優秀なんで、ね、まあ、今度も大勢の1位マラソン頑張ると。そんなのねえよ。はい、そして白組は、はい、シュピガキ隊のあ、外してしまいました。さあ、それではですね、はい、応援隊長をご紹介しましょう。はい、赤組は強力です。スープラとクワノとダンプ。この強力な水をぶっかけられてしまいます。わー、飛ばしてください。ちなみに放水係は初登場、水泳大会初登場のスマップの面々です。さあ、第一走者の、チームの、ちょっとインタビューしてください。はい、赤組は中山山ちゃん。やばい、どうですか、自信のほどは。あります。ある。もう昨日早く寝てですね、この水泳大会のためにかけたというね。全ての原始どっちかけ、髪の毛まで切ってきちゃった。そして白組は、はい、白組はトリッキーです。頑張ってやるピやるピーですか。頑張ってやるピーです。まだ忘れてありませんね。さあ、それでは行きましょう。以上、障害物レースのスタートです。